こんばんは、平井博明です。今回はですね、今と昔でゴルフの何が違うのかということについて解説していきたいと思います。まず大きく分けると、例えばスイング、理論、あとはまあクラブですよね。この3つが変化が大きいなと僕個人的には感じている部分です。その3つを解説させていただきます。平井博明のワンナップゴルフ。まずですね、理論はだいぶ変わってると思うんですよ。それは道具から来ることもあるんですが、体のことも踏まえて昔よりも今効率よく体に負荷がかからない、負担が少ないようなスイングっていうのをやってることが一つと、あとは前よりもやっぱりウエイトトレーニング、筋力アップをしてパワーゴルフになってきてるっていう部分がすごい大きいんじゃないかなと思います。あとはいろいろな考えが生まれてきて、今まではそれは絶対ダメだったことが今はやれとかですね、それの逆もあるんですよ。それが良かったものを今はダメと、そういうパターンが結構多くなってきてるんですね。なんでそれも一つとして、クラブとか道具の進化によって理論が変わってきてるという部分が大きいと思います。次にですね、スイングなんですけども、スイングも一緒ですね。本当に道具の進化でスイング理論が変わってきてる。例えばスイングの動き方一つにしても、前はバラタカバーに糸巻きボールっていう、要は今より全然飛ばない、今は3ピース4ピースボールっていう4層3層になってるボールがあってですね、そういうボールを今結構プロなんかも使ってるんですけども、バラタカバーって言って革が柔らかいボールで昔はみんな使ってたんで、そのボールって今のスイングみたいにこうやってオートマチックにまっすぐ打ったら全然飛ばないんですよ。今はこういうふうにまっすぐこうやって打てば勝手に飛んでいくんですね。すごいボールとクラブの技術進化があって、普通にこうやってまっすぐ打ってもまっすぐ飛ぶんですけども、パーシモンって木のドライバーとかですね、そのバラタボールっていうのは一旦下に入れてこうやって打たないと飛んでいかないんですよ。なんでそういうことが頭の中から離れない人はドローボールが飛ぶって今でも思ってる方が多いんです。今は飛距離っていうのはドローもフェードもほとんど変わんないんですよ。むしろフェードの方が飛ぶんじゃないかって言われてるぐらい球離れが早いんで、ドローだとドロップしちゃったり、そのまま右にプッシュアウトしちゃったり、要はフェースにのくっついてる時間が短いので、球がコントロールしづらくなった。その代わりストレートボールが打ちやすくなってるっていう感じなんですよね。なんで昔と今とで良し悪しなんですが、40代以上の方とか30代後半の方なんかはボールを曲げる技術っていうのがめちゃくちゃすごいんですよ。テクニックっていうんですかね、がトリックショットがめちゃくちゃ上手、球を曲げたりいろいろ球をいじって打つことがすごい苦じゃなく打てる方が多いんですけども、今の若い子って今のクラブで育ってきてるんで、そんなことしなくても風に負けない球とか簡単に打てるんですよ。その技術があるないし別として、なんでそういうふうに打つ必要がないので、そういう技術を無理に取得してない子が結構多いんですよね。なんでストレートボールをガーンって打ってって勝負する子なんかすごい多いんですよ。なんで直線的なゴルフっていうのがすごい上手だなと見てて思います。その辺が昔と変わったかなっていう感じはしますよね。あと、クラブなんかは単純にめちゃくちゃ軽くなりました。それはこれもまた技術なんですが、カーボン繊維だったりがすごいしっかりしてきてるんで、前はやっぱりスチールも重かったですし、カーボンも結構重いのが多かったんですけど、今は軽くて丈夫なカーボン素材があるんで、すごいウエイトを軽くしても強度は保てるっていうクラブが結構多い。あとはドライバーなんかもフルチタンじゃなくてコンポジットですよね。チタンとカーボンの複合のヘッドが結構流行ってきてるんで、そういう、まあ、低重心化にしてスピン量を抑えてっていう感じなんですよ。なんでその辺が相当変わってきてるかなと思います。なんでその今3つ、理論とスイングとあとクラブについてざっと説明させていただきましたけども、そのより詳しい説明とかですね、ワンナップ公式 LINE とかですね、インスタグラムとか、あとは YouTube の方からコメントいただければ、その動画を撮ったりですね、メッセージとしてお返事を返したりとかってさせていただきますので、ちょっと気軽に送ってみてください。今ちょっと試しにドライバー持ってきたんですけども、これ知ってるとすごいクラブ選びに有利に働くんで、
軽くお話しさせていただきますけども、これもコンポジットなんですよ。見えます？ここカーボンになってるの、ちょっと網網になってる、見えますかね。でってことは上の比重が軽くなってるんですね。で下に重さがいってるんですよ。結構勘違いされてる方とか知らない方多いんですが、低重心になればなるほどボールは上がらなくてスピン量が減ります。なんで簡単に言えば難しいんですよ。重心が上に上がれば上がるほどボールっていうのはスピンが入るんで球が浮きやすくなります。鉛を松山くんとか星野陸也くんなんかは結構鉛張ったりするんですけども、鉛の効果ってめちゃくちゃすごいんです。どこにどう張ればどういう球が出るかっていうのは、一つ簡単に分かりやすいのは鉛の張ったところの動きが止まると思ってください。例えばこの遠側に鉛を張ったら、ここが鉛張ったところが止まるという認識なので、クラブがこっちからこうやって動くとしたら、ここが止まるんでこういう動きになるんですよ。なんで開きやすくなる、要はスライスが出やすくなるのがここに貼るんですよ。要は捕まりづらい。逆にヒール側に鉛を貼るとここが動きが止まるので、こうやって開閉がスムーズにいくっていう風になるんですよ。その原理を上と下にやった時に、下に鉛が貼ったら下が止まるんでこういう動きになりますよね。ってことはロフトが立ちますので球が上がりづらい。なんでフルチタンで上もチタンだと上に比重も均等になって、上がカーボンだと上が軽いんで、今低重心になってますけども、上もチタンだったら、全部チタンだったら重心が上に少し上がりますよね。上も重くなるんで、そうするとここにじゃあ鉛を張ったとします。したら今度鉛張ったところが止まるんでこういう動きになる。高重心になればなるほどロフトがついて球が上がりやすくなるっていう感じなんですよ。なのでそういう鉛の使い分けとかですね、あとは今専用カートリッジで重りウェイト調整ができるクラブとかってありますよね。なんでそういうものをうまく使ってあげる。例えばこことここが今ウェイト調整できるんですけども、こっち遠側を重くしてヒール側を軽くしたら捕まりづらいヘッドになって、ヒール側を重くして遠側を軽くすれば捕まりやすくなるということになります。なんで鉛の張ったところが動きが止まるという意識を持っていただくと分かりやすいかなと思います。これはですね、結構どのクラブでも共通することなんで、ちょっと応急処置として鉛張ってもいいやっていう方はやってみると面白いかもしれないですね。こういうドライバーの仕組みなんかも今後ちょっと動画として撮っていきたいと思いますので、クラブのアイアンだったらアイアン、ウェッジならウェッジの仕組みですよね。ウェッジもちょっとやりましょうか。ウェッジのめちゃくちゃスピンが入ってもらいたい、ウェッジでどれが一番スピン効くのって言ったら、このネックの長さ、ソールのヒール、ここの角からネックの一番上のここ、ここの長さが長ければ長いほどスピンがかかると思ってください。例えばこれピッチングウェッジですよね。ピッチングと58度でウェッジじゃないんで何とも言えないですが、この中でもこれネックの長さ、ここ角揃えてネックの長さ全然違いますよね。これぐらい1センチぐらい違いますよね。これぐらい違うウェッジって同じ58でもあるんですよ。今分かりやすいようにアイアン持ってきてますけども、これぐらい違っちゃうとウェッジでも重心がやっぱ下に来れば来るほどスピンがかかんなくなるんですよ。ネックが長いと重心が上に来ますのでスピンが入る、球がゆっくり飛ぶんですよね。よくここに2つ穴を開けたり、いくつでもいいんですけど穴を開けたりするとここのソールが軽くなりますよね。ここが軽くなって重心が上に来るんですよ。なんでここを穴開けて高重心にしてスピンを入れるウェッジなんかも今キャロウェイなんかでも出してますけども、そういうウェッジとかやっぱスピンを入れないとこう勝負できないとかですね、そういった時にそういうスピン系のウェッジを選ぶのはどれって言ったら、そういうネックが長くて高重心のウェッジを選んであげた方がスピンは入りやすいです。あとタイトリストとか14なんかもそうなんですが、ここの幅とここの幅が今クリーブランド一緒ですよね。同じ幅してる、ここの幅とここの幅、これ一緒ですよね。でもこっち側の方がこうやって太くなってるウェッジって今あるんですよ。それも要はここをこっち側を重くして
この辺を軽くして、要は後重心にしてスピンをかかりやすくしてるウェッジになるので、そういうウェッジを選んであげるとよりスピンがかかります。あと振っても振ってでも飛ばないウェッジの方がスピンは入るんですよ。飛ばないというのはヘッドバランスを軽くした方がいいんですね。58度だったら試しに D0 とか C9 バランスを選んであげてバランス組み上げるとすごいスピンが入るようなウェッジになりますので、そういうのも結構面白いですよ。僕はちなみに D0 です。なんでそういうウェッジを組んであげるとグリーン周りとかで振っても飛ばないんで、より振れて、より振れば振るほどスピンは入るっていういいこと尽くしですよね。なんでそういうクラブの知識を知るだけでも、こういうクラブが欲しかったなっていうのを自分でカスタムしやすくなりますので、そういうことも勉強するといいかもしれないですね。わからない方はコメントいただければお返しいたしますので、ぜひぜひいろんな自分のクラブをですね、もう一度自分で解説してあげるとですね、いやこれ何のためにこのクラブ入れてんだろうっていう風になってくると、新しいクラブ欲しくなりますよね。なんでちゃんと自分はこういうためにこういうクラブを入れてるっていうのができれば分かった方がいいと思います。今回はですね、今と昔でどう違うのかっていうことについて解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。